おげはい、今回も、大阪は関空に来ております、現在時間は8時30分、1時間後に飛行機に乗って、インドネシアに向かいたいと思います、何のために来ているのかと言いますと、今回もインドネシアフライ級タイトルマッチのために、今からインドネシアに向かいたいと思います。大阪の現在の気温はだいたい10度前後で、向こうに着いたらだいたい30度ぐらいなんかな、20度ぐらいの気温差になると思うんですけど、ほんで、インドネシアは今回2回目で、まあ、全然その慣れてるんですけども、今から飛行機3回乗り継いで、前回ジョグジャカルタとともに行ったんですけども、今回はジョグジャカルタの隣の空港ソロまでに行きます。で3回乗り換えて、合計、何時間かな、24時間後に到着することになっております。はい、ようやく、インドネシアはソロへ24時間かかりましたけど到着しました。外の気温は27度、大阪との気温の差はだいたい20度ぐらいになるかな、そして、ようやく、ね、24時間経った着いたんですけれども、これからまた地獄の28時間ぐらい、28時間後に計量があって、それまで、まあ、もちろん、水分も取らず、そして、ご飯も食べず、で汗をずっとかいていくという作業に、入って体重調整して計量に入りたいと思います。おげつ予定より6時間過ぎましたけど、ようやく計量が始まりました。3対3のタイトルマッチ。僕自身はリミット、長距離でウェイト、しっかりできました。明日に試合備えてしっかりやりたいと思います。はい、インドネシア時間で、午後2時、ようやく、会場の準備ができたということで、今から、計量会場のホテルから、試合会場に向かいたいと思います。試合会場で、ね、準備していたところから、まあ、JBC の関与があって、で急遽、まあ、違う会場に移ったんですけども、試合は問題なく行われるということで先ほども確認しました。試合前の意気込み一言お願いします。頑張ります。最年少プロボクサーどうですか。身長何センチですか。178センチ。何キロですか。バンタムです。バンタム何キロ。53.5キロ。一言お願いします。もらっていいパンチは一つもないので、はい、パンチもらうと勝ちたいと思います。よし、頑張りましょう。おはようございます。ということでね、試合前に気分上がってきたんでしっかり勝ちたいと思います。今バタバタ準備してて、現地時間の、6時30分、
タクシーに乗り今から空港へ向かうこととなります。僕以外のメンバーはね、昨日あの祝勝会も兼ねて、こちらナイトクラブに遊びに行ったということなんですけども、その時の映像は、後ほどこの後か流したいと思います。本当にね、帰る時になって思うのが、JBC のね関与で、今回も試合中止になった時に、たくさんの人が支えてくれて、試合が続行になったということが本当になんか僕としては、インドネシアの人たちのなんかこう助け合う精神っていうのをねすごくまた感じました。最初に来た時もそれをすごく感じてて、やっぱこう宗教観っていうのは全然違う中で、やっぱイスラム教の人たちのなんかこう支え合うとかいう部分の文化は本当にすごく今回身に染みることとなりました。まあね、今後は、どういう方向 JBC との戦いも、まあ、今後今から僕は、ね、前線になって戦っていくと思いますけども、本当に思い出深い、インドネシアとなりました。なんせ今からの空港に向かって、24時間まだかけて、大阪へ、帰りたいと思います。はい、今日本に帰国しました。結構ね飛行機の遅れとかあって、今回の試合は本当に、まあ、試合以外のことで大変なこともたくさんあったけど、何よりね全員が勝てて、本当に良かったと思います。今から、大阪の、まあ、自分の家に帰って、いち早く寸胴屋のラーメンを食べたいと思います。イエーイ Thank you.